松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。こんにちは、松山潤です。いつも見ていただいてありがとうございます。まだまだそんなに増えておりませんけど、とにかく、数が増えていることにやる気が出ますからね。皆さん見た方でいいと思わなきゃいいけど、いいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて早速見てみたいと思います。おお、やっぱり出してくれたんだ、筑紫野です。筑紫野のカメラマンの三好勉さん、ありがとうございます。いつも本当に撮っていただいてありがとうございます。なんか僕は撮られる側で撮っていただくプロのカメラマンですからね、本当にありがとうございます。忘年会でもありがとうございました。出してって言ったら出してくれましたね。松山潤様、いつもいい歌を届けてくれてありがとう。私も大好きな歌があるんだけど、いいかな。いいですよ、お願いします。今でも忘れられない歌、今は幸せかいです。遅かったのかい、君のこと。心から好きだった方との別れがまさにこの歌の通りで、てんてんてんだって、男の未練というかね、今でも思っていて、幸せでいてくれと祈っています。好きになるのが遅かったのかい。頼むね、純ちゃん、歌ってありますから。かしこまりました。歌ってみたいと思いますけど、この幸せ会はね、本当に男が未練ある歌ですよね。やっぱりなんか僕も振られっぱなしだったから、そういう経験があります。じゃあこれを歌ってみます。ちょっと待ってくださいね。では今は幸せ会がいつヒットしたのか。ああ、同じだ、1968年、昭和43年。多いですね、この年は。ああ、前泉潤さんの天使の誘惑、伊藤ゆかりさんの恋の雫、小川智子さんの夕べの秘密。あ、そうなんだね。テレビで言うとお笑いの頭の体操ね。本当にやっぱりヒットするときはなんか固まってヒットしてるみたいな感じですけどね。はい、では昭和43年、三好さんが思い出していただけるように心を込めて歌ってみたいと思います。では聴いてください。松山潤で今は幸せ会です。遅かったのかい、君のこと。好きになるのが遅かったのかい。他の誰かを愛した君は僕を置いて離れていくの。遅かったのかい、悔やんでみても遅かったあの回、君はもういない。
かかったのかい。二人とも傷つけ合うのが怖かったのかい。君は君の心知らず、僕は僕の心知らず。若かったのかい、悔やんでみても。若かったのかい、君はもういない。幸せかい、君と彼は甘い口づけは君を酔わせるかい。星を見つめて一人で泣いた僕のことは忘れていいよ。今は幸せかい、悔やんでみても。今は幸せかい、君はもういない。はい、いかがだったでしょうか。緊張しましたよ。本当に僕の気持ちがその時の気持ちで皆さんに届いたらいいかなと思っています。これからもいろいろお世話になると思いますけどね、またハガキをいただいたり、意見があったらコメントをいただいたりしてください。本当皆さんはチャンネル登録してますよね。お願いします。ではまたお会いすることもあると思いますけど、またお便りください。ありがとうございます。松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤松潤キュンキュンキュン、松潤松潤キュンキュン。